スタンダール作前川健一役「パルムの総員その第27回「よく考えさせていただく」と言って別れてから1ヶ月も経つと夫人はため息混じりではあったがいつの間にか宰相の懸命な意見に傾いていた「どこかの大都会で英国馬を気取って乗り回すか」。 伯爵は繰り返す。それとも生まれにふさわしい身になるかこの2つを選ぶほかないわけです残念ながら貴族は医者にも弁護士にもなれずしかも今は弁護士時代なのですはっきり覚えておいていただきたいのはあなたがミラノの町でおいごさんを同年配の最も幸運とされている青年たちと同様の 境遇を受けさせるのだとということです一旦斜面になればあなたは1万5,0002万3万フランを彼に与えられるといいのでこんなことはあなたも私も貯金しようなどとは言わないのだから何でもないことです。公爵夫人は公営には敏感でマブリスが単なる金銭の浪費者となることを望まず。 ついにその恋人の計画に賛成することになった「これは何もファブリス君をあなたが散々見慣れていらっしゃるような世の模範となる司祭にしようというのではないのですからね」と伯爵は言う「それどころか何よりもまず大貴族たらしめようというのです」「なんなら今のままで何も知らなくても結構です」「依然として太公が私を 有予視していてくださる限り司教ともなり大司教ともなれるのですこの際あなたの賛同を得て私の申し出が確固たる命令と変えられるなら我々の非保護者はごくわずかの財産で生活しているなどとパルムに知られてはならないわけです単なる司祭だったなどと知られては後の神宮が世間に衝動を与えますからね で紫色の靴下を履きそれ相当の友を連れてでなければパルムに姿を現してはならないすると誰も皆あなたの老い子は当然死境になるだろうと察し気を悪くする者も,もありますまいもしまた私の説に賛成ならファブリス君を進学研究にナポリへ3カ年お送りになるとよろしい進学校の休暇には望みとあれば パリやロンドンを見物に出向いてもよろしいが決してパルムにはは姿を現してはなりません。これを聞くと公爵夫人は戦慄に似た気持ちを感じた夫人は老いに飛脚を立ててリアセンザで会いたいと伝えたこの飛脚が金になりそうなもの全てと必要な旅券等を携行したことは今さら言うまでもあるまい。 一足先にピアセンタについていたファブリスは夫人を見ると急いで駆けつけ興奮のうちに抱擁し夫人は涙にくれた彼女は伯爵が目の前にいないのが嬉しいと思った彼らが恋し始めて以来彼女がこんな気持ちを味わったのは初めてだったファブリスは夫人の計画を聞いて初めは深く感動したがやがてそれを悲しく思った 今度のワーテルロー事件が解決すれば、必ず軍人になりたいと絶えず望んでいたからだ。と言って、イタリアのどこかの大都会で、カフェに入り浸った生活を送ることなども、絶対にこれを拒んだ。これは婦人の胸を打ち、老いに抱いていた小説的な考え方が一層募ってきた。フィレンツェか、アポリの UFO へ、 純英国産の馬に乗って出入りするんですよ夜は馬車や美しい住まいなどがあってね」などとうまくこうした肥族な陥落を話しかけたがあくまでも嫌な顔をして拒むのを見るほかなかったこの人は英雄だと夫人は思ったそれでそんな愉快だとおっしゃる生活を10年もやってその後はどうなるというのです ファブリスは言う10年前の僕と同様英国馬にまたがって社交界にお目見えする若い青年たちに道を譲らねばならない老青年という役割ですかファブリスははじめ教会に関する計画など点で受け付けようともせずニューヨークへ行って市民となりアメリカの共和国軍に兵士となるのだなどというのだ それはとんもう戦争など起こりはしませんし戦争がなければただ何の風情もなく音楽もなく恋もないカフェ生活に落ちるだけですあなたは無論のこと私にとってもアメリカの生活なんてきっと嫌な生活だと思ってくださいね彼女は物心崇拝を説き何事も皆町の職工たちの投票によって 決定されるのでその連中にいかなる尊敬を払わねばならないかを説いたそれからまた二人は教会の方の県に戻ってきたまあそんなに懇疑ばかり言っていないで伯爵のおっしゃることもよく理解しなければいけません伯爵は何もあのブラーネスさんのように多少とも世間のお手本となる有得で貧乏な司教にしようなどとはおっしゃっていないのですよ パルムの大司教をされていた王子様たちがどういう方だったか思い出してごらんなさい家系図の付録にあるあの方たちの伝記を読み直さねばなりませんあなたのような家名に生まれた人は高貴で寛容で正義の守護者としての大貴族になるのが何よりもふさわしいのですし初めからその階級の第一人者になるように定められているのです。 それに今までたった一度のそれも大変ためになるしくじりしかしなかった人にはなおさらのことです。それではもう僕の幻はすっかり追放に帰してしまったわけなんですね。とファブリスは深いため息をついたこれは残酷な犠牲というものです正直に言えば僕は熱情と才能とがそれほど恐れられているとは 夢にも考えていませんでしたたとえ彼らのために用いられたものでさえね今後この恐怖はいずれは先生君主たちの間にもはびこることでしょう。ねえ情熱の人というものは一つの宣言を聞いてもまたふとした気まぐれからでも一生組みしてきたとは反対の党派に走りかねないものですからねそれをよく考えてみなければなりません。 この僕が熱情的な人間だとおっしゃるんですね。とファブリスは続ける。とんでもないお咎めを受けるものです。僕は恋することさえできないんですよ。どうして。夫人は叫んだ。光栄にも誰か美人に思いを寄せることがあっても、それがたとえ生まれもよく、新人深い女であっても、目の当たり合っている時でなければ、その人の、 ことが思えないのですこの告白は公爵夫人に奇妙な印象を与えた「1ヶ月いとまをください」とファブリスは続けるノバーラのシー夫人にいとまいをしなければなりませんしそれからこれははるかに困難なことですが一生をかけた僕の空中楼閣とも別れがしたいのでね僕は母に手紙を書きましょう。母は いい人だかマジオオレコのピエモンテ側のベルジラーテへ会いに来てくれるでしょうそれを済ませて31日目に変名でパルムへ出かけることにしましょうそれだけはいけません夫人は叫んだファブリスと話しているところをモスカ伯爵に見られたくなかったのだこの同じ2人はピアセンザで再会したが 今度は公爵夫人がひどくそわそわしていたある嵐が宮廷内に巻き起こりラベルシー公爵夫人一派が勝利を得ようとしていたのだモスカ伯爵はパルムのいわゆる自由党の首領ファビオ・コンチ将軍に変えられるかもしれなかった夫人は近頃次第に大公の寵愛が増してきたらしい ある競争相手の名は秘めておいたがその他のことは何事も皆ファブリスに話して聞かせた改めてファブリスの未来の運命を論議したがもう伯爵の絶対的な庇護は受けられないかもしれないという予想さえ付け加えた「僕はナポリの新学校で三年暮らすことにしましょう」とファブリスは叫んだ何よりも僕は 青年紳士足ららねばならないのだし別にあなたは僕に進学校の有徳の生徒らしい厳格な生活を強いないというのですからナポリで暮らしても決して困るようなことはありますまいむしろロマニャ脳の,の生活よりもはるかにいいかもしれない現にそこの上流社会の連中は僕をジャコバンだと信じるようになっているのですからただ僕は野原に 追放されている間にいかに自分が無知であるかということラテン語やつり字法さえ知らないということを発見しましたで、すでに野原にいても勉強のし直しをしようと考えていたくらいですから喜んでナポリで進学を勉強することにしましょうそれは複雑な学問ですから婦人は甲骨としてもし私たちが追放されたらあなたに 会いにナポリへ行きましょうねと言った「でも紫色の靴下を履こうという計画を新しい命令としてお受けになるのですから今のイタリアをよくご存知の伯爵からあなたへご意見をごとずかってきていますの」。教えられることは信じる信じないは別としても決して反対してはいけないということです。 まあ、ウィストの規則を教えてもらっているのだと思えばいいでしょうまさかあなただってウィストの規則には反対しないでしょうものね私あなたが信仰していると伯爵に言っておきましたがそれを聞いて大変喜んでおいででしたそれはこの世でもあの世でも役に立つことですものねでもシンバ信仰を持っていてもボルテールやディドロやエナールなど その他任意制度の先駆者となったフランスの軽率な人々のことを夢にも恐ろしそうに話すような卑俗なことをしてはいけませんそんな人々の名はたまにしか口外しないようにしもうえない時には冷ややかな皮肉を含めてお話しなさいあの人たちの説はもうずっと以前に破られていて今更いくら攻撃してももう何の効き目もないのですからね 学校で教わることは何でも盲目的にお信じなさいあなたがちょっとした犯行をしてもそれを克明に書き留めている人がいることを忘れてはなりません恋の合いびきなどは上手におやりになれば誰も咎め立てはしませんが疑問を抱くことだけはいけません今は恋の合いびきなど平気で無視しても疑惑ばかりは しきりにすする時代なのです告白にあたってもこの原則を忘れないようにいずれナポリの数期間のうちで何にでも手出しをする司教へ紹介状をもらうでしょうからその人にだけはあなたがフランスへ逃亡したこと6月18日にはマーテルローの近くにいたことなどを打ち明けねばいけませんでも十分はしょってこんな冒険は手短に。 隠していたことを非難されない程度に打ち明けることになさい。何しろあの頃はまだ子供だったのですからね。二番目のお言づけはこうなんです。何かうまい理屈やその場の会話の流れを変えるような素晴らしい返事が思い浮かんでも、決して人に抜きんでようなどという誘惑には負けないで、じっと沈黙を守ることです。 心ある人々はあなたの才能をその目の中から見てくれますからね死境になってから最地を振るっても決して遅くはないのですファブリスは質素な馬車と叔ばが送ってくれた四人の善良なミラノ人の召使いとともにアポリへ現れた一年も勉強していると誰も彼のことを才能ある人間だなどとは言わずただ勤勉な大貴族で 非常に寛大な、しかし幾分自由主義者だと見なしただけだったこの年はファブリスにとってはかなり愉快な年だったが公爵夫人には恐ろしい年だった「パルムの総員、その第27回第6章途中まで2021年5月27日